アロハ、ハワイの天方エヴァンです。よく天方さん、ハワイの物件を買って不動産投資したいんですけどとか、ハワイの不動産ってどうなんですかって聞かれるんですけど、僕がいつも言ってるのは、ハワイに不動産を買って楽しみながら資産運用するという姿勢がいいんじゃないかっていつも言ってます。その時に一番ハワイで効率よく資産運用する方法っていうのをご紹介してるんですけど、それはズバリワイキキにコンドミニアムを買ってバケーションレンタルする、これです。ハワイには戸建てとかタウンハウスとかコンドミニアムがありますけど、戸建てとかタウンハウスっていうのは郊外にあることが多いんですね。郊外っていうのはエリア的にも長期賃貸、6ヶ月以上の賃貸しかできないので家賃があまり多く取れない。さらに戸建てとかタウンハウスって結構壊れやすいんですね。あと空室になったらそこでゼロサムなので家賃も入ってこない。ならコンドミニアムなら管理費で共用部分とかみんな管理してもらえるので一番楽、メンテもしっかりされてる、ここがおすすめの理由ですね。あと次にコンドミニアムをワイキキに買う。ワイキキっていうのは毎日何千人も観光客が降り立って訪れる場所です。ほとんどがワイキキに泊まるんですよね。そこのワイキキに泊まる人にコンドミニアムの部屋を使ってもらう、これが高稼働率の最大のミソです。そして最後にどうやって貸すかなんだけど、ハワイには6ヶ月以上 の長期賃貸、それと30日以下の短期賃貸、いわゆるバケーションレンタルっていうのがあるんですけど、バケーションレンタルが絶対おすすめです。なぜかっていうと、同じ物件で例えば長期賃貸で1ヶ月に1500ドルしか取れないところを1日勝ちで例えば1日100ドルに取ったら2倍の収入ですよね。こうすることで最もよく効率よくハワイの不動産を使って賃貸することができます。あと最後宣伝になっちゃいますけれども、僕の2冊目の本に、ハワイのバケーションレンタルについて詳しく書いてあるので、もし興味がある方は読んでみてください。また、このおすすめの賃貸方法を早速実践してみたいという方は、下記のディスクリプションのところにリンクを貼っておきますので、ぜひお問い合わせください。それでは、憧れのハワイの物件を買って、ハワイを思いっきり楽しみましょう。Until next time! マハロ!